4月15日のスクールオブロックでは、ナンバーアンダーライン愛先生がやってきました。生徒の心をつかんだ平野先生の言葉とは神宮寺先生の新たな一面が明らかに。スクールオブロックは、単なる音楽教育の場だけではありません。ここは、生徒たちが自らの内面と向き合い、 コミュニティとの絆を深める場所なのです。4月15日のスクールオブロックでは、ナンバーアンダーラインアイ先生がやってきました。皆さん、こんにちは。おはようございます。私たちが楽しみに待っていたナンバーアンダーラインアイ先生の授業がついに始まりました。今日は、ナンバーアンダーラインアイ相談室、と題して、 平野翔先生、ガ裕太ー先生、神宮寺・ユー先生が生徒の皆さんの悩みにアドバイスを送りました。この日の授業は生徒たちにとって心の癒しの時間となりました。平野先生の言葉は生徒たちの心に深く響いたようです。私も同じ悩みを抱えていたと自身の経験を開示することで、 生徒たちは先生への共感と親近感を持つことができたのでしょう。一人一人の生徒の声に真摯に耳を傾けるナンバーアンダーライン愛先生の姿勢も生徒たちの心を打ったに違いありません。また、神宮寺先生の新たな一面が明らかになったことも生徒たちに大きな影響を与えたようです。 表舞台では見せない先生の素顔を知ることで、生徒たちは先生への理解を深めることができたのではないでしょうか。授業を通して、生徒たちは心の通った交流を体験しました。音楽を通じて心を癒され、先生方との対話で内面の成長を感じたことでしょう。この体験は、生徒たちにとって大きな意味を持つはずです。 ナンバーアンダーライン愛先生たちは生徒たちの心の健康に深く関わっています。授業では生徒一人一人の悩みに寄り添い適切なアドバイスを送りました。このようなケアは生徒たちの心の成長を後押ししてくれるでしょう。さらに授業で流された楽曲は生徒たちの感情を喚起し、 先生方のメッセージをより深く感じさせてくれたことでしょう。音楽は心に寄り添う力を持っています。生徒たちはナンバーアンダーライン愛先生たちの音楽を通じて彼らの世界観やメッセージをより深く理解することができたのではないでしょうか。この授業を通して生徒たちは先生方への感謝の気持ちを抱くようになりました。 先生方が生徒一人一人に寄り添い、心を癒してくれたことに、生徒たちは深く感動したのです。次回の授業では、さらなる驚きや感動が待っているかもしれません。ナンバーアンダーライン愛先生たちが生徒たちの心に寄り添い、コミュニティとの絆を深めていく姿を見られることでしょう。生徒たちは、 この授業を通して自身の内面と向き合い、成長していくことでしょう。スクール・オブ・ロックは、単なる音楽の場ではありません。ここは、生徒たちが自らを見つめ直し、コミュニティとの絆を深めていく場所なのです。ナンバー・アンダーライン・愛先生たちが生徒たちの心に寄り添い、支援してくれることで、 生徒たちは大きな変化を遂げていくことでしょう。次回の授業も生徒たちにとって心の成長と絆の進化につながる貴重な体験になるはずです。この授業を通じてナンバーアンダーライン愛先生たちは生徒たちの悩みに寄り添い心温まるアドバイスを送り続けています。彼らの思いやりのこもったメッセージは 視聴者の心にも深く刻まれ、共感を呼び起こしています。特に、平野先生の言葉は生徒たちの心を捉えて話さず、岸先生のユーモア溢れるアドバイスは、笑顔を引き出しました。そして、神宮寺先生の意外な一面を知ることができたことも、彼らの人間性の深さを感じさせてくれました。 これらの教師たちの言動は、単に生徒たちだけでなく、視聴者全体の心を動かしています。彼らが示す思いやりと勇気は、地域社会に新たな価値観を呼び起こし、人々の心を豊かにしていくでしょう。さらに、ナンバーアンダーライン愛先生たちが披露した楽曲は、視聴者の心を癒し、 彼らの世界観をより深く感じさせてくれました。音楽を通じて、教師と生徒、そして地域の人々が一体となって、心のつながりを感じ取ることができたのです。このように、スクールオブロックの授業は、生徒たちの成長だけでなく、地域社会の絆を深めることにも大きな役割を果たしています。 ナンバーアンダーライン愛先生たちが示す思いやりと勇気は、視聴者全体の心を動かし、地域社会のさらなる発展につながっていくことでしょう。これからも、ナンバーアンダーライン愛先生たちと生徒たちが共に歩む姿を通して、地域コミュニティが一丸となって成長していくことが期待されます。スクールオブロックの授業は、 人々の心に寄り添い、地域の絆を深めていく大切な場となっているのです。そして、次回の授業でどんな驚きや感動が待っているのでしょうか皆さんもうワクワクしていますか今回の授業でもたくさんの感想が寄せられましたが、次回はどんな新たな発見があるのか、楽しみで仕方がありませんね。番組では、 生徒の皆さんの声にいられて、真摯に向き合うナンバーアンダーライン愛先生の姿が素晴らしかったですね。彼らのアドバイスやメッセージは、聞く人々の心に深く響いたことでしょう。そして、岸先生の回答の面白さも忘れられません。彼のユーモアに溢れたアドバイスは、皆さんの笑顔を引き出しましたね。さらに、 番組ではたくさんの曲も流れ、皆さんの心を豊かにしました。ナンバーアンダーライン愛先生の曲を聴くことで、生徒の皆さんは彼らの世界観やメッセージをより深く感じることができたでしょう。そして、次回の特別な放送も、たくさんの楽しい音楽や興味深いトークが待っています。最後に、 今回の授業での素晴らしい体験や思い出に感謝の気持ちを述べた声も多く寄せられました。皆さんの温かいコメントや応援メッセージはナンバーアンダーライン愛先生たちの励みとなります。次回も皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせることを心待ちにしています。皆さん、次回の授業も楽しみにしていてくださいね。それでは、 次回の授業でお会いしましょう。さようなら。